はい、ではコメントいたします。本日は新たに、4名の感染が確認されました。これにより県内の患者数は76名となりました。内訳は30代女性1名、40代女性1名、60代男性1名、80代男性1名です。患者についての詳細な情報は後ほど保健医療部でブリーフィングさせていただきます。昨日開催しました第3回新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において、最近増加傾向にある本県の感染者例を分析したところ、他の都道府県、地域と比較して、若い方の感染例が多く、複数の移入例が小規模な二次感染を発生させているなどの指摘があり、協議が行われました。その内容としては、1、繁華街の利用自粛など、若い方々の感染防止対策に関すること、2、高齢者の外出自粛など、高齢者の感染防止対策に関すること、3、消毒の徹底、健康管理など、家庭内の感染防止対策に関することなどなどについて提言をいただきました。県民の皆様におかれましては、まず若い方々の皆さんが自分が知らない間に人にうつしているかもしれないとの認識を持っていただき、繁華街への接客を伴う飲食店への外出自粛をぜひお願いします。高齢者の皆さんも現在は感染するリスクが高まっていますので、できるだけ外出を控えてください。また高齢者施設における原則面会禁止など感染防止対策の徹底をお願いいたします。家庭内の感染事例も多々あることから、家庭内における予防対策としては、ドアノブやトイレなど家族が一緒に使う部分の消毒、共有部分の消毒ですね、毎日の自分の体温を測る検温による健康管理の徹底をぜひお願いします。家族の方に体調不良の方がいる場合は、できるだけ接触しないようにするために部屋を分けること、タオルを一緒に使わない、共有しないなどの対策を取ってください。その他個人でできる予防対策としては、石鹸を使った手洗いや外出から帰った際のうがい、まず家に帰ったらこれを必ず先にやることです。そして外出先や職場などではアルコールを用いた手指の消毒、外出や面会の際は必ずマスクを着用すること、そして咳やくしゃみなどが出るときにはハンカチを使ったり袖を使ったり咳エチケットの実施、そして睡眠や食事を規則正しくとってご自身の免疫力を落とさないようにすることをしっかり行ってください。あなたができることをきちんとやってくだされば必ずその効果は出ます。また感染者数の増加に伴い医療従事者の確保が今喫緊の課題となっていることから、看護師もしくは保健師として働いた経験のある方で現在休職中の方、あるいは看護師や保健師の OG や OB として働いた経験のある方々には、即戦力として現場復帰を切にお願いしたいと思います。皆様の力により医療現場を一緒に支えていただければありがたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。なおご協力いただける方は、保健医療部、沖縄県の保健医療部までぜひ連絡をお願いいたします。沖縄県内での今後の感染拡大を抑えるためには、この1週間から2週間が大変重要な時期であると認識をしています。県民の皆さんにおかれては、
おうちにいよう、ステイホーム、まあ、今風に言うと、今風というか若い方々らしく言うと、やーでゆくろう、やーでよんなしよう、やーうてゆくらなやさいということです。そういう言葉を合言葉に、不要不急の外出を自粛してくださるようお願いいたします。密閉空間、密集場所、密接場面になりやすい夜間の会食等への参加は、本当に厳に慎んでいただき、新型コロナウイルスを人にうつさない、自分自身がうつらない、そして医療体制を潰さないことを徹底する、そういうことを引き続きしっかり行っていただくようお願いいたします。私からは以上です。